猫ってどうして毛布をもみもみするの？みんなこんにちは、カテナくんだよ。猫ってどうして毛布をもみもみするんだろう。今日は猫ちゃんにお話聞いてみたよ。いや、僕は猫。僕たち猫が毛布をもみもみするの見たことあるかな？どうしてそんな仕草をするのかって？それはお母さんを思い出しちゃうからさ。僕たち猫は子猫の時、母猫のおっぱいを前足で揉むんだ。そうするとおっぱいの出が良くなるからね。大きくなった今でも、暖かくて柔らかい毛布を触るとその時のことを思い出しちゃうのさ。ああ、この暖かい感触、ママの感触だって。へえ、そうなんだ。うん、前足で毛布を踏みしめたり、両足でグーパーしながら毛布にもみもみしたりもするよ。毛布をチュパチュパ吸ったりもするよ。きっとみんなお母さんにすがりついておっぱいを飲んでたこと思い出しているんだろうね。でも気をつけてね。僕たち猫は毛布やセーターの足をかじって食べちゃうこともある。そうすると繊維が喉に詰まっちゃったりもして、とても危険なんだ。猫ちゃん、どうもありがとう。今日のまとめ。猫が毛布をもみもみするのは、子供の頃母猫のおっぱいを吸っていたことを思い出してもみもみしている。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。